どうも、南光一です。このチャンネルでは、ロアッソ熊本のですね、話題をお届けしていっています。さてですね、シーズンオフということで、最近ですね、お久しぶりということになりますけども、今日、2021年1月20日、今日からですね、2021年のロアッソがいよいよトレーニングを開始します。ということで、それに合わせてですね、今日は新体制のですね、陣容について、私なりの解説をしていきたいと思いますので、よかったら最後までお付き合いください。今シーズンですね、メンバー紹介に入る前にですね、まず、最新の話題として一つお伝えしたいのが、一昨シーズンをもって引退したですね、片山翔介さん。今シーズンはですね、スタジアムでですね、いろんなグッズを売ったりとか、そういうフロントのお仕事されてたんですけど、なんとクラブアンバサダーに就任されました。おめでとうございます。クラブアンバサダーというのはですね、ロアッソ熊本の良さを、県内外に、広げていくというお仕事でですね、彼に適役です。ぜひですね、そこでもですね、片山さんにも活躍していただいて、またチームを盛り上げていってほしいと思います。片山さん、また連絡しますね。じゃあ早速ですね、2021ロアッソ熊本についてポジション別にちょっと私なりの意見を言っていきたいと思います。まずですね、ポジション、ここからいきます。ちょっとね、小さくて見にくいですけどね、ゴールキーパー、一応ですね、今シーズンの昨シーズンからですね、山本海斗選手が沼津へ、そして失礼しました、福島へ、そして野村選手が、これ間違ってますね、沼津へ、それぞれ移籍をしていったわけですけどもね、その中で新しい選手として佐藤優也選手、千葉、それから田代選手を、国士舘大学大卒ルーキーですね、獲得をしました。でこれですね、表の見方としてはポジション、そして縦が年齢となっています。で佐藤選手はベテランですね、内山選手中堅、田代選手若手ということで、非常に年齢的にもですね、バランスがいい3人となりました。で佐藤優也選手はですね、非常に大きいサッカーにぴったりの足元の技術が高い選手と聞いてますので、内山選手はね、昨シーズン全試合フル出場しましたけども、若手の田代選手も交えてポジション争いしながら、私の希望としてはですね、そのコンディションや相手のチームの特徴などによって内山選手、佐藤選手をうまく使い分けて起用してくれるとね、いいなというふうに思っています。続いてセンターバック、ここはですね、小谷選手が奈良クラブへ、そして鈴木翔太選手がカタール富山へということですね、トレード移籍していきましたけども、主力のですね、小笠原選手、菅田選手、そして酒井選手というセンターバックを張った3人、ただ彼らもね、まだまだ若いですね。さらにそれに対してプラスして東野幸太郎選手、広島ユースから立命大を経て、立命館大を経て入団しました。それとレオナルド健太選手、修学館高校からですね、2人のセンターバックが加わっています。レオナルド健太選手はですね、将来性のある選手ということで高さがあります。東野幸太郎選手はですね、もう私即戦力として期待しています。広島エース出身ということもあってですね、J1 のサンフレッチェ広島入りが噂されてたんですけど、ロアッソに来てくれたということで、即戦力として酒井、小笠原、姿とですね、センターバックの、多分2枠になると思いますけど、こう争ってレギュラー争いしてほしいと思います。続いてサイドバックです。ここはですね、石川博選手がカタール山口のレノバ山口に完全移籍という形で行きまして、黒木選手が残ってくれました。これは大きいですね。若手中心のディフェンス陣を引っ張る黒木選手、今シーズンも期待です。そして新しい戦力としてはですね、岩下航選手、彼はですね、小中学校を熊本で過ごしまして、浮きアカデミーの出身です。それから前橋育英を経て、東院横浜大学を経て入ってきたサイドバックということで、即戦力として期待したいと思います。それからですね、ここはちょっと戦争がですね、江藤選手も、鹿児島の方にトレードされましたが、移籍しましたので、非常にちょっと戦争がサイドバック薄くなってきてます。もしかすると2年目の田尻選手のコンバートあたりもあるかもしれませんね。その他にももしかするとコンバートの選手がサイドバックで活躍するかもしれません。続いてボランチの選手です。ここはですね、川原選手、そして岡本選手、上村選手、こういった昨シーズンの主力が全部残りました。これは嬉しいですね。プラスで、前澤選手は残念ながら移籍しましたけども、竹本雄一選手も残ってます。ここは現存勢力ですね、非常にやれるところだと思います。続いて中盤の選手、いわゆるトップ下あたりで起用されそうな選手ですね。これは伊藤俊選手が残ったということは、これは非常に大きいですね。年齢的にも30代ということで、チームを引っ張るプレーで引っ張る選手として期待です。それからあとは全て新加入の選手、田尻選手は、ね、残ってますけども、彼はサイドバックで出るかなとさっき言いました。あとはですね、この辺りでは中原選手が山形へ、
それから坂本光大選手、それから田村選手は鈴鹿ポイントゲッターズですね、 JFL に移籍が決まりましたけど、彼らにもですね、またそこで結果を残して J に戻ってきてほしいです。ここで期待はですね、なんといってもやはり移籍してきた即戦力水野選手、藤枝から来ました。藤枝でもですね、非常にいいプレーして熊本を脅かしてました。彼に期待。そして東出壮太選手、彼は特別指定としてもすでに昨シーズンもですね、上村周平選手と交代で試合に出たりしてます。即レギュラーを狙ってほしいと思います。とターレス選手はですね、秀岳館出身、彼にはこれからの将来性を期待したい。それからまあサイドのウイング選手タイプやちょっとトップ下あたりのフォワード候補ということで、まあ北村智也選手残りましたね。インスタもですね、私昨日かなフォローさせてもらいまして、早速返信もいただきました。昨シーズンはねちょっとね出番が少なくてゴール数も少なかったんですが、一昨シーズンはですね非常に多くのゴールを奪いまして活躍しましたので、北村選手ですね、また去年の悔しさをバネにますますの活躍期待しています。そして坂本光輝選手、杉山選手という大卒ルーキー2枚入りました。光大の弟ですね、即戦力の活躍期待します。そして杉山選手も大津高校出身ということで、2人ともですね、もともと熊本県出身で、杉山選手は順天大を経てということですね。そして小島慶達選手もいますし、あとは宮原愛希選手、彼がですねルーキーで大津高校から入りますが、彼はですね私が、見た試合は、プリンスリーグのですね決勝戦、東福岡をですね6対0という大差で破る試合を見たんですが、これですね J コムで私解説してますので、よかったらですね九州管内見れますので、まだオンエアされてません、 J コムでです。ぜひですね東福岡対大津、この試合も見てですね彼のプレーチェックしてください。非常に得点感覚に優れたフォワードで、その試合でも2ゴール上げてます。期待です。そして樋口選手、彼も残りました。なんと樋口選手と宮原選手は同じ山江の出身ということで、山江ラインですね、例えば樋口のクロスを宮原が決めるなんてシーンがあったら最高ですね。そしてフォワードとしては浅川選手、高橋俊樹選手が残ってくれました。もう高橋選手も浅川選手も去年で実績十分です。特に浅川選手についてはですね、去年は途中出場で多くのゴールを挙げました。これですねフル出場に換算するとなんと34ゴールに当たるという素晴らしい得点率です。ぜひですね今シーズンはもう頭から出るということを狙って、このトレーニングから全力で全開でいってほしいですね。またオフザピッチの活躍も素晴らしい。ここで、ね、谷口海人選手が抜けた穴を浅川、高橋が今シーズンは埋めてくれるものと期待をしています。ということでですね、駆け足で今シーズンのロアスコントの全選手を紹介をさせてもらいました。いよいよですねトレーニング始まります。本当はね私もトレーニングを見に行ってその感想とかもお伝えしたいんですが、このコロナの状況でトレーニングの見学もできませんので、また入ってきた情報はこういった形でお伝えしていきたいと思います。ではまたこのチャンネルでお会いしましょう。今シーズンのロアッソ熊本期待しましょう。頑張れロアッソ。またね。